様こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。普段 NHK のイーテレの番組で演技指導をしていたりとか、アシスタントをしていたりとか、そういったことをやっております。今日はね、これから30分ばかしお付き合いいただいてショーをやっていきたいと思います。まずは演技指導アシスタントをさせていただいたノージーのひらめき高校からダンスを踊っていきたいと思いますので、皆様曲してるかな。ひらめき工房のエンディングテーマをパントマイムを交えて踊ってみたいと思います。最初に手をね、ひらひらします。ひら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 しますのでね、もしよろしければみんなも真似してみてください。
ございます。それではですね、パントマイムのね、道具がいくつかあります。カバンと母さんと、あとみんな見えてないかもしれないですけど、上からイボが垂れ下がっておりますよ。いしょ。ちょっとね、これを使ってパントマイムをしていきたいと思います。
次はですね、去年の、シャキーン、インテレのシャキーンという番組で、パプリカを、踊らせて出演させていただいてました。でもね、みんなと一緒に、ね、踊ってみたいと思います。ではね、パプリカどうぞ。最後の演目は、パントマイムでお話をやってみたいと思います。憧れというお話になります。どんなことをしているのか想像しながらご覧いただけたらと思います。Thank you.
ありがとうございました。リブマチコでした。どうもありがとうございました。素敵なステージがございまして、朝ビルね、一日たくさん楽しめるセットになっております。どうぞ皆様、あと半日一日夜まで、遊びを楽しんでいただけたらと思います。私、ツイッターとかインスタグラムとか、やっております。もしよろしければ、フォローしていただけたら嬉しいです。ファントマイムアーティストのリブマチコでした。ありがとうございました。失礼いたします。